皆さんやっほー、おやっほー、おやっほー、かわいい。ひろゆきさん一寸玉ありがとう。実家満喫中そこで落ち着くまん。みんな、わお、きょうさんかわいい、ありがとう。ねえねえ、七並べえらマイカーでタワーのお礼待ってくださいねって。カキカキ中です。おまちください。ピンピンのピンピンできたか。おおお、コーラ大好きだよ、結婚して。もしかしてこれってさ、私の言わせるためにそんな名前にして知ってるのかな。父のことさん一寸玉ありがとう。貝柱さん一寸玉ありがとう。ヤッホーみんな。結局午前中にねお家を出る予定だったんですけど、午前中にとあるものがうちに届く予定だったので、それが届くまでまったりしてました。そう、前髪さ短くなったの。切りすぎたんじゃないかって思ったけど、ちょうどいいか。ひろちゃんありがとう。一寸玉24さんも一寸玉ありがとう。ビロコウさんも一寸玉ありがとう。成田のしんお疲れありがとう。ぼやっきーさん星花火ありがとう。ともさんお花、お花、花束ありがとう。花火いいな。よく寝れたかって工藤、めっちゃ寝た、よく寝れた。でもそんな、でも9時間ぐらい寝たんか。よく寝れとるな。ベビちゃんになった。幼く見える。ほんとこのピンクは波動。見せ方やばい。波動。もうよく寝すぎてなんか目がもうむくんでるもん。ひなととらさん一寸玉ありがとう。の謎ビンゴさん一寸玉ありがとう。して今からとある予定があるので、ストレスフリーだよ、ストレスフリーだよ。今からお化粧をしていきたいと思います。まずはリンパ流す。実家顔だね。実家顔ってある。お化粧をしていきたいと思います。前髪が暴れくる、暴れ馬。ここポポちゃんいる。よく寝れた。すっぴんが可愛いって優しい。なんか血色が悪くない、大丈夫。可愛いって嬉しい。一個結婚して言わせるため、一個結婚して。のりみょうさん お花火一寸玉ありがとう。玉ねぎおじさんも一寸玉ありがとう。今日はとあるところへ。日焼けします。確かにさ、ここらへんちょっと太陽の光だけでここ今配信してるからさ、確かにちょっと日焼けしたかも。日焼けしてるように見えるかも。玉ねぎおじさん一寸玉ありがとう。食べるよおじ。食べませんかね、ねえポポちゃんね。
愛いの他に表現方法がない。あれじゃない、産みたい、産んだとかじゃないもん。次までそこまで。じゃあピンク、あ、やばい、しもっちゃん結婚して言わせるためにさ、なんか送ってきてるみたい。違う、結婚したいから。カズさんありがとう、ありがとう。じゃあここにポポちゃん、ポポちゃん、ここはポポちゃんの陣地なんですよ。でもちょっと借りてる、ポちゃん、ポちゃん、ね、白猫あげるの恥ずかしいな。すっぴんがすっぴんすぎる。もうね、スキンケアは完成しているので。え、それ土曜何する、斉藤明日香さん出てたんですよね、メールでさ、選んだって言ってて、イエーって、素敵と思った。ありがとう。ほうさん、くず餅の日、昨日ってギリシャヨーグルトの日って言ってた。くず餅いいね、くず餅。一番可愛い、本当？野生界みたいな、なんか野生の世界で一番可愛いかな。え、でも私本当無人島、え、どうなるかよね。無人島でさ、1ヶ月生活したらさ、もう化粧とかもさ、何も着付け、化粧水とかもさ塗らないんだよ。どんな感じの見た目になって帰ってくるのかな。ケムクジャラになるかな。ホワイトはチコ勝ち。ミスンダもありがとう、チャレンジ。みやこ先生もミスンダもありがとう、ぜひチャレンジして。確かに旧肌日も必要、休肝日。休肝バー日焼けがひどくなっちゃうか。ともさん、ハートありがとう。ありがとう。ポポちゃん、ポポちゃん、化粧うさいかも。確かに生き抜けてるか。サンフラワーさん、ありがとう。ちょっと野菜があったら嬉しいんだけど、野菜と果物があれば生きていけるかもしれない。今さ、太ももがすごい。お肌も綺麗だ、優しい。いっぱいさ、寝てさ、ストレスとか解消して、お肌を生き返らせていこう。コンビニあったらさ、嬉しいよね。タラママニアさん、ありがとう。ん？見逃してた？大丈夫？みんなマイカーでさ、七並べとかさ、しててすごい楽しい。魚か、ちょっとコンシーラー、休肝日設けないと。てか私は休胃日、胃を休ませる日も必要。おかゆとか食べて、七草がゆ、七草がゆ、七草がゆってさ、お正月とかでさ、弱った胃腸、お正月とかの何、美味しいご飯とかで弱った胃腸をさ整える、あれ文化なの。だからさ、あれ1月7日にさ食べるの。そんなことはない。
ただ七草がゆが体にいいから食べるの。なんか大人人とかきっとさ、お正月とかにさいっぱいさ食べるじゃん。それのさいっぱい食べたり飲んだりするじゃん。それのさ治すための、元に戻すための日なのかなって思ってきたよ。すごい、ほんとこのディオールのコンシーラーは優秀です。キョウさん尊い、ありがとう。キョウさん結婚して、結婚結婚結婚したら私に無人島買ってください。別荘みたいな感じで、別荘。そしたら私週末は そっちで過ごしたい。かなりのさ難しいリクエスト。ちゃんのいびきが、ねずおさんありがとう。一寸玉、みちゆきさん星花火ありがとう。七並べさ、ほんと昨日の夜めっちゃしてたよ。あ、23時59分まで。 Is Spider-Man home yet? Yeah! I'm home. Mature look is gone now. Am I not matured?夏になると胃腸弱りがちですか。リコチ見ると涙出る。どうしたの。前者胃腸を整えるためなの。タワマの次は無人島。イッシーさんありがとう。無人島買うためにお金貯めるわって。嬉しい、お金貯めてね。いや、私も貯金しよう。私も無人島さ買うために。やっぽー、今日誕生日なのでプレゼント代わりに私もらってください。どういうこと。リルルさんお誕生日おめでとう。もらっていいの。無人島へ渡る船はないけどいい。船もじゃあ船もじゃあと一緒にお願いしてもいい。そろそろになる。なんか結婚してが投げ込まれた。人が住んでる時点で無人島だ。ヘリコプターもあったらいいかも。ポポちゃんのいびきが聞こえます。このブーブー。正月から1週間日常の始まりを華やかな食事と痒の差で体感する意味。なるほどね。すっごいもうなんか華やかな豪華な贅沢なごちそうと、もう草と米と汁しか入ってないなんかお米、お米ご飯で日常の始まりを感じようってことか。そんなあれもあるんだね。いや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 、You look more like a child again. Not anymore. Just a child.
But I'm already 21. ニキにも赤ちゃんみたいって言われてる。ニキが産んだ。ニキが産んだ。ニキは本当何者なんだろう。I'm your baby. You bear me. よし。お肌がね、サラサラになりました。ニューヨーク一寸玉ありがとう。ニューヨークニキポーズしてた私。これ。お誕生日いいね。タッキュン結婚して10連。結婚。結婚したら。じゃあいっぱい毎晩さ花火打ち上げてどういうこと？なんか花火見に行くって言ってたもん。いいな、毎晩バーベキューしよう。いや外でさ炭火で焼いた肉がお野菜が一番おいしい。山さんありがとう。無人島タス船の了解。やばい、私の来年のお誕生日いっぱい届いちゃったらどうしよう。船と無人島ママが食べていい。トムトムさん星花火ありがとう。ヤマさんも星花火ありがとう。トモさん一寸玉、トムトムさんも星花火ありがとう。お正月ピザ確かに食べた日もあるか。いやないよ、いや分からん、どうやろ、ないない、うちそんなピザ食べない、ピザ文化がそんなお正月カレー派ですか？お正月はお雑煮となんかそれっぽいやつで、あとは普通の食事です。私最近は私お雑煮大好き。実を言うとママのお雑煮めっちゃ美味しいけ。カメリアケイさん小型ペンギンさん、ハセピーさん、一寸玉ありがとう。トムトムさんありがとう。星花火、ヤマさん、クマちゃんありがとう。キャベツ食べると治るんだ胃の痛み。そうニューヨークニキポーズしてた。難しいじゃん。花火すごい、ありがとう。尺玉打ち上げた、五尺玉消えるたび枕で巻く。ハゲカッパッパちゃん星花火ありがとう。ああお返事でした。ヤマさん星花火間違えた。ろうそくちゃんありがとう。どうしよう、
来年のお誕生日プレゼント何をおねだりしよう、みんなに。去年はなんか水族館の靴下言ったら本当にいっぱい届いて、そう、みんなすごい。いびきかいてるボボちゃんが。まつげが上がりました。トムトムさん、ヤマさん、ありがとう。ミキヤくん大好き、神崎バタラー結婚して、そうやって言わせるためにやっぱりそうなんじゃないの。昨日さ、ピちゃんと駅でさ、なんか香水やってたから、香水いっぱい並んでたからさ、勝手にさ手に取ってさ、勝手になんかシュッシュってして、勝手にあいい匂いみたいなしてた。いい匂いの香水いいなって。昨日本当に人多かった。お正月膝は食べないかな。久々にこの子がコロンしたところを見て、ちょっと私感動してる。かわいい。トムトムさん、ヤマさん、ナベナベ所長、星アナビ、ありがとうみんな。お袋の味、トムトムさん、たい焼き、ボディーズさん、ありがとう。キョウさんも星アナビ、ありがとう。白目が青みがかって、ほんとだ。どういうことだ。地球ぐらい青い。イッシーさん、たまやありがとう。今日も可愛いショーだけど、おめちょうずって私テンション上がっちゃう。カッコンワイプさん、一寸玉ありがとう。トモさん、風呂敷ありがとう。つぶちゃんもう倒れて寝てますね。倒れて寝てます。あ、ちゃんと前髪をこっちに流したから、次はこっちにこうやってやっとかないとまっすぐにならないから。かわいい。うさぎのポポちゃんです。油田結構さ、あの何、現実見てる。テスター、そう、香水のテスター。トムトムさん、星花火ありがとう。ヨギボーの中身をみんなに送ってもらって、大きいの作ろう。それいいじゃん。今日さん、いいね、ありがとう。キャンプファー、何それ。じゃあ本当にコンタクトの話。でもさ、ほらここら辺もなんか緑色っぽくない。何が起きたかな。コローンした。でもコンタクトは確かに青い。今日さん、バラもありがとう。シャツのピンクの補正、確かにそれがありそう。白目ガガーリン、リコチの白目は若干青かった。それ私今体育座りしてる。
尻ポテる。キャンプファーって何？ガンプラみたいなやつ。みんなさ結構ガンプラ好きだよね。白目だけど夫愛、白目だけ夫愛。グフカフタもみんな好きよね。ほんとほらすごいな、強い。プラモデルほら。サンソンさんハートリー、こんにちは、また来てね。 I will talk to you later Spider-Man. Thank youHope your day is nice. Thank you. 成田のシーン、星花火ありがとう。サンソンさんもハートありがとう。みんなこんにちは。やっとコメントと追いついた、実は。なんか、さっきまで時差を。時差だった、実は。リアルタイムでみんなと話せるやん。お牛座のキヨさん、ありがとう。ハートいってらっしゃいだ。お役目いってらっしゃい。お昼何食べた？アスパラ豚巻き、豚巻きアスパラ食べたよ。美味しかった。あとはちょっと危ないフルーツサンドとかお団子とか。お団子めっちゃ美味しかった。黒ごまがかかったんだ。お、ちょっと危ない、かなり危ないかも。生もの、ごま団子は本当に、黒ごまのかかっただんお団子は本当かなり美味しかった。賞味期限が切れても、まだお餅ももちもちで。あーかわいい、すやすや寝てる。大きな大根が大きな大根。そう、東京のコロネさんありがとう。あとはとっておきのお芋ちゃんもね持って帰ってきた。フリマロおばかさん、一寸玉ありがとう。そう、大根寝かせてる、寝かせ大根。思い出すと、ああ、解凍させちゃった方がいいか。ほら、ブー。リップ、ああ、一時。ごま団子。やっぱバナナピンクいいね。え？いってらっしゃい。バディーズさん。白いふさふさじゃなく、もう白い大根なの。お役目いってらっしゃい。頑張って健やかに。いいね、お役目。みんな今日はお休みの人も多いです、この時間にゆっくり見れてる人。ねまさん、たまやありがとう。たまやだ。キラキラを。キラキラシャツ
リコちゃんを見に行くときは水色か黄色のシャツだったらおーってなる。ピンク似合うね、かき氷姫色。今日小型ペンギンさん、星花火ありがとう。牛座のキヨさん、ハートありがとう。かき氷姫みたいですね。ほらね、ともさん、アイスありがとう。お願いがあります、結婚してください。あー、あ、目頭にキラキラをつけたらなんかお目目が立体的に見えるみたいな。お願いがあります、結婚してください。かき氷くださいだった、いいように読んじゃった。かき氷全然いくらでもあげられる。やっほ、まさくん呼んでね、よろしくお願いします。まさくん、ルモンドさんありがとう。ホワイトチコハチさん、ありがとう。アイスもありがとう。あ、かわいいもん、塗り方雑。私の顎ってさ、ここにプリってなってるんだよね。こっちはなってないけど、くるみ割り人形みたいな。あ、こんぐらいやろ。かわいいね、この、ほら白目がひんむいとる、白目ひんむいとるあるあるです、うちの子。なんか目頭にキラキラのせたらなんか立体感が出て彫りが深く見えるみたいな。私は今お願いがあります、ポッチャマください。およこ、およこ、いろいろ塗るの。お目目パチリになった。トムトムさんありがとう。シャナル、徐々に欲求のレベル上げるんかい。ジョジョ、これはファンの子がねキラキラつけてくれたの、嬉しいよね。ここにね影を入れることでちょっとここの長さ縮小でき、あ、これは影入れすぎやんけ。鼻がシュッと高く見えます。ポケボーキーウリ、やっとー。うん、なんかいっぱい皆さん来てくれてありがとう。こんにちは、バディーズさん、星花火ありがとう。おちゃま、瀬戸チャレ T シャツ今度私着よう。あ、そういえば実家に大量にもらったあのチャリティーシャツをママにご献上したいと思います。マイカー公園でしか買えないかもね。だったらほんと毎度毎度レアでございますな、マイカー公園。今月ってマイカー公園なくない？花も魅力的？嬉しい。花とかなんかお顔のパーツ褒められると嬉しいけど、花とか目とか輪郭とか全部褒められると嬉しいものでございますな。トムトムさん、星花火ありがとう。ピンク、ポポタンの服に、そう、ツベちゃんの服に。ポポちゃんは裸です。でもポポちゃんは裸です。でもツベちゃんも今裸。え、月末あると私も信じてる。マイカ公園来たいよね。今月
ークは情けじゃない、あってほしい。今花だれ公演9月22日出られて嬉しい。確かに月末はツアーがね、もう本格的にツアーに向けてのレッスンとかでも本格的になりそうな、はあ、誰も仕込んだら嬉しい、楽しみだな。なんだれ公演、ねん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 、埼玉、埼玉県、私行ったことない。土日ね、確かに。うん、ポポちゃんが可愛いからやばい。でも触ったら起きちゃうじゃん、びっくりって。私今リラックスして寝てたのに。確かに由美子姉さんがね出るってなったら、私ね、実家に帰ってもピロピロリンは連れて帰る。なっちゃん結婚して、ありがとう、かわいい。うん、おっきいふわふわ大根、ふわふわ大根かわいいです。母さん一寸玉ありがとう。なっちゃんコッコン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 、お疲れもありがとう。持ち運ぶ、あまま。アンコール発動役でしかないね。ストリオ順番とかさ考えるなら、確かにみんなで初恋をこんにちは踊るかな。コンコン結婚して、結婚コンコン、結婚ママに聞いた方がいい。サンソンさん星花火ありがとう。確かに、でもどうにか頑張ったら公演できるんですよ。私ホノタンさんポジション踊れるんですね。でパシェはミホポジション踊れるんですよ。だから滝野さんが出るってなってもずらせばワンチャン出られるけど、それはもう誰の得にもならないから、そんなことができるねって話してたけど、でもそしたらノアピも出れなくなっちゃうから、そうなの。うぶ毛、確かに私がミホポジを覚えたいって言ってもやっぱノアピがね出れなくなった、あれじゃんかわいそう、せっかく覚えてる。出てくれるのもありがたいことだからさ、私がそんなの簡単に奪ったらダメだと思う。簡単には奪えないよ。一瞬フリーズするワード、結婚して。確かに前髪切ったんだよ。切りすぎ、でも私夢の中でも前髪切ってた、切りすぎたと思ったもん。トモさん一緒、いい感じ。ほんとなんかもう最初はドパッツン前髪になってたから、わーって思ってすきばさみでちょっとすいた毛先。夢の中でめっちゃ切ってた。ホワイトはチコがちゃんとありがとう。トモさんアイス、パターメさん結婚して、フリーズさせた、すきばさみでプロでしょ、プロった。ホワイトはチコガチハートありがとう。カズさんかわいいハートありがとう。ドパッツン好き。あ、ポポちゃんが起きました。
出しのさ七並べさ、誰がやってくれてるんだろうと思ったら、いろんな人が私の七並べのランキングにいてくれてね、ポポちゃんしていてくれてすごい嬉しいんです。ファンの方ね、マイカーで思い出焼肉行けたらいいな。じゃあ髪の毛もアイロンしていきます。すごいすごいやん。ソラハさんが今さ七並べさ、あ、おちゃんが暴れてる。自分のソラハさんのランキングで1位なの、ソラハさんすごいじゃん。だからさ、あら、ありがとう、すごい。だから私も頑張ろうって思った。昨日着てたメロンソーダ T シャツがママが洗濯してくれてもう乾いた。今日はそれ着てお出かけ行きたかったから満喫してる。嬉しい。七並べさん、愚か者さん、ハートありがとう。マイカーデッキ、ポポちゃんは男の子なん女の子なん、おかまおかまよね、おかま。え、つぶちゃんってお鍋。あー、そっか、お鍋じゃない。あー、女の子。つぶちゃんも中間。うちの子はおかまとお鍋です。めっちゃウケる。のたあめさん、ハートありがとう。おろかものさん、ハートありがとう。ももちゃん、おかま。つぶちゃん、お鍋。そう、確かに LGBTQ プラスのその紹介の仕方がねえ、坂向けがチーム、中性中性、そう。トムトムさん、星花火ちゃんありがとう。サンソンさん、星花火ちゃんありがとう。あら、もうこんな時間。あら、今こっちをサラサラになったかな。そういう時代、そう、多様性、多様な時代、犬もウサも多様な時代になってきました。なんだろう、健康のため朝ごはん配信結局しなかった、ごめん。もう爆睡だったよね。朝昼はまず今朝一発目に食べたのはマスカッツ、シャインのマスカッツでした。で、その次にポポちゃんとつぶちゃんのレタス食べて
で、その次に、団子食べて、差し入れていただいた。ほんともう8月31日が賞味期限みたいな。お団子、あれめっちゃ美味しかった。美味しい。あ、大事なポーチ噛んじゃダメよ。めっちゃ美味しくって、そしたら BECTS ベーコンエッグコーンスープ、ポーチの食料、豚巻きちゃんも食べたし、フルーツサンドを一口食べたし、そんな感じかしら。こっちママは多分、ママはもう準備が多分できてますね。うんうんって、ママのゲットレディウィズミー配信、やばい危ないよ、アイロンがここら辺あるから気をつけて。髪の毛サラサラだね、いい感じだね。実家も同じシャンプーなんですよ、私が使ってるやつ。香りは違うから、いい匂いでルンルンだった。かわいい、いい感じ。前髪がも好き。夜は試供品でね、そう使った。カズさん、いいね、ありがとう。ボタンはね、どこでも噛むよね、どこでも噛みたくなっちゃう。あれ、カズさん、いいね、ありがとう。で、ほんとお野菜とかさ、あらあら、カムカムレモンあげよう。オリーブオイルと塩でいただくのがシンプルで、それが一番美味しいんだなとちょっと改めて感じたね。えココちゃん、ホワイトチコガチハートアイル、そりゃそうだよ、みんなこんにちはみたいな大声で叫んだよ。あ、びっくりって、犬とウサギがクリーンになっちゃう。ホワイトチゴガチハートありがとう。でも私も完了なのでは。耳が強い。ここのさ、ハイライトがいい感じじゃない？ハイライトいいですね。こんなもんかしら。なんかそんな感じ。よい。やったやったやった。あとこの後はまた食べようかな。良いのでは。
違うそうだ。今何時に私配信始めたっけ。多分まだ1時間経ってないよ。ちょうど1時間でビデオ配信を終了しようかな。カメリアKさん、かわいい、ありがとう。1時間待たせてるのかもしれん、かもしれん。カメリアKさん、かわいい、ありがとう。12時32分に始めた。じゃあ、あと9分一緒にお話ししてくれませんか。トモさん、ハートありがとう。トムトムさん、たい焼きありがとう。なっちゃん、コンコン、かわいいってありがとう。でもね、ちょっと準備できた、しっかりと整いました。ポーチに持っていくのは、あ、映る、私がリップモンスター02番、ケイトのリップモンスター、ピンクバナナ。充電ねしてるの、ほら見えた。あれ、コーラ結構、待って待って、お愚か者さん、星花火ありがとうね。コーラ世界一好きだよ、結婚して。言わせるためやん。リコちゃん2人いた。と、これもビセのリッププランパーを連れていく。あとはイニスフリーのノーセバムミネラルパウダー。これ、この3つはお化粧直しに最適。そう、リップとパウダーがあればなんとか。でも私あんまりなんか汗かいたら、それは化粧、お化粧崩れるけど、なんか私のお化粧品が多分お肌に合ってるのかな。あんまりお化粧がどくずれることはなくなった。あと、あんまり気にしないようにしてる、お化粧崩れちゃう。草まずはもうね、断捨離に行ってシャられました。断捨られました、草まずリップはもうね。でも断捨離、え、違った、草まずリップめっちゃ好きだった。え、もう草まずリップこそほんとお直し一つで済む。ツヤうるうるになるし、色もつくから。そうだから、あれ一本で済んでたけど、ちょっと今はそれに変わるものがないから、ちょっとこの2つに。いや、ほんと草まずリップちゃんはね、ほんと優秀だった。また買うかもしれない。今までありがとう。そう、気にせんことだよ。でも使い切ってなくなったから断捨離だった。そう、なくなっちゃったのも、そこがもう見えたよね。こうやって見せたらさ、みんなに。そう、もうなくなったの。お肌ちょい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 になった。すっぴんでも可愛いから大丈夫、優しい。あ、じゃあ今日の私の飲み物を紹介します。ちょっと汗かいてる。あ、見せられない。これはママ、これなんローズヒップ、ローズヒップ、これなんだっけ、ローズヒップ、ローズヒップティーの、冷たいやつ。バラ飲んでる、バラ。リピートしちゃうか。くさまずいい香りもうするしかない、うん、酸っぱいけど、なんかすっきりする。おしゃれ、すっきりするから好き。なんかローズヒップティー、ローズプリローズプリティー。全然くさまずじゃない。ジャスミンティー無理なの。コンコン、花束ありがとう。すっきりする。なんか私今朝ほんとさ、眠眠だったからさ、眠眠顔でさ、だいぶデトックスされた。え、デトックスされそうっていう気分でローズヒップティー飲んでる。でもどうなんだろう、わかんない。コーラ世界で2番目に好きだよ、結婚して。2番目なの？1番目誰だか知ってる。おしゃれな表情じゃないおしゃれなお茶をおしゃれな表情で飲めなかった。たっきょん、アイスありがとう。アイチュー、ミニストップ、コンコン、花束、バラ、バラありがとう。ローズヒップ
だ、ローズヒップティー。私ジャスミンティーも好き、ルイボスティーも好き。ルイボスティーかジャスミンティーはよくコンビニで買ったりする。一時期 STU のお話し会、ジャスミンティーもジャスミン茶もペットボトルで置いてたんですよ。でももうなんかいつの間にかお茶と緑茶、緑茶と水だけになって、あらポモちゃんトンネルの中通ってた、通るよね、出てきたトンネルから、かわいい裸足で、多分ルートビア、わかんない、何それ、根っこのごぼう茶、根っこのビール、何よ、うさぎちゃんが来た。ルイボスって何なんだろうね。ねえ、ローズヒップティーの効能、効能、効能って何、効能を調べたい。ビタミン C、 免疫力アップ、美肌と免疫力アップ。お茶って楽しいね。ルイボスティーを飲みながら、お、ビタミン C、E、B カロチン、リコピンなど抗酸化に作用に優れているローズヒップ、活性酸素やを抑え免疫力を高める働きがある。風邪や皮膚炎などでビタミン C が消耗された際はローズヒップティーで補うのもおすすめです。じゃあさ、ちょっと体調悪い人、風邪気味とかの人にはローズヒップティーをプレゼントしたらいいね。なんかさ結構苦しい、風邪気味だよとかの人にさ、何あげたらいいんだろうって思うんだよ。えっ、ー、っておかゆ違うな、ノロナミン C、 炭酸飲めなかったらどうしよう。ローズヒップティーにしよう。え、お肌ツルツルになれるかも。あ、マヌカハニーの飴か、あ、ベータカロテン、ビタミン、え、飲みすぎはビタミン C の取りすぎになるから、1日1、2杯、あ、ノンカフェインだから、なんか寝る前とかでも良さげだね。ほうじ茶ダメ、分かった、じゃあほうじ茶あげるね。あ、ユンケル、ユンケル、え、お茶も守備範囲なのみんなすごいね。ポリフェノール、うん、すごいね。ローズヒップは甘酸っぱい味わいでほんのり赤みのあるピンク色のハーブティー、利尿作用が高くデトックスやむくみ改善に期待大。ハイビスカスも同様に利尿作用がデトックスやむくみに効果的。ハイビスカス茶もいいらしい。ハイビスカスティー飲んだことあるかも、記憶にあるような。じゃあむくみにいいね、よかった。じゃあお肌も綺麗になってむくみも取れるな。いっぱい飲んでいこう酸っぱいのでも美味しい。まだピチピチ見える、よかった、いっぱい寝たからね。美味しい、うん、酸味、甘酸っぱい。どれぐらい酸っぱいの、なんかレモンの、なんか普通の水にレモン汁垂らしたみたいな味がする。いいかもね、ちょっと飲んでいこう今日。もう時間が来ましたか。夜もさ、私配信する、すだちのが酸っぱい、ちょっと待って姿勢正して。ハイビスカススタバにある、え、じゃあ飲む、次スタバ行くときハイビスカス。私さ、スタバで働いてみたい。私なんかバイトをしたくなって、なんかバイト経験を持ちたくって、特になんかご飯とかカフェとか、ご飯作るとかカフェでお茶作るみたいな、そういうなんかバイト経験をしてみたい。レモン1万個分の1の酸っぱさ、それはもう1万個分の1って、あ、1万分の1個、
分の酸っぱさ、いやもう レモン一滴分なんぼなんぼそう一緒にバイトしよう、多分私全然できんやろな注文いっぱいでわーってなって、多分あーってなって多分もうスタッフさんルームに、スタッフルームにさ引き込むわ。あ、キッチンカーいいね。でもなんかお料理してみたい。メイド喫茶はちょっと違うかも。出すより作る経験をしてみたいんだよね。注文とかも受けるより。じゃあはい、なんちゃらフラペチーノ作ってください。はい、ピチャ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 やってみたい。洗い物もたまるから私洗い物も絶対できないな。壇上の方お呼びいたします。楽しみな予定に行ってくる。39位からオースさん、森尾さん、りょうさん、さとくんさん、みつるさん、ゆうささん、くまさん、ひまわり29さん、けいくわとろさん、ぶんちゃん、ましゃさん、スーパーにもさん、てっちゃん、にのまるさん、ナポリンさん、ばぼうさん、ゆみこさん、なりたのしんの耳ときどき指、コロネさん、ほう、今日はくずもちの日、のりみおさん、ようくん、かずさん、ぼやっきーさん、そのみさん、バディズさん、くにちゃん、こうときさん、じゅならごさん、きょうさん、ホワイトはちごがじ、さんさんさん、なっちゃん、こんこん、そして本日のキャバ元先生枠は、はげぱぱぱちゃんでした。ありがとうございました。なべなべ所長、いっしーさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ。第3位は、やまさんでした。やまさん、お仕事頑張って。第2位は、トムトムさんでした。トムトムさん、ありがとう、配信見てくれて。そして第1位は、たっきゅんでした。たっきゅん、1位になってくれてありがとう。すごい、ぷっぽさん、星花火。ありがとう。江戸子かずちゃんも星花火。ありがとう。皆さん、私の配信、見てくれてありがとう、夜も。昼も、今から夜もこれから配信するので待っててください。ほゆさん、ありがとうありがとう、配信ありがとうございました。午後も楽しんでいきましょう。じゃあ皆さん午後も健やかに、それでいきますよ、せーの、えいえい、あー、健やかに楽しんでね、楽しむね。コーラ、京都に可愛いね、結婚して嬉しい。夜何時に配信かな、678ぐらいかな、時間的にはそこら辺に配信できたらちょっとしていきたい。予約もちょっと入れれたら入れるね。でも6分前とかに予約 したりしてそう。私毎日ありがとう、花火、音飴さん、ハートありがとう、終わりなの、1個ファイターありがとう。じゃあ今から行ってきます。だね、ミキヤくん、ハートありがとう。出番なの、出番に行ってきます。う、猫背になってた。じゃあ行ってきます。またね、またかゆ、メールで送るね、かゆ、またね、行ってきます。メールでまた話そう、みゃんみゃん。